皆さんこんにちは、モーターステーション TV バイクの部屋です。今日のゲストはですね、藤原克明選手。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。いやーありがとうございます。このノリで始まっていただいて、こちらこそありがとうございます。私にとってはですね、藤原克明選手、当然のレース仲間ではありますが、はい、現在はですね、あの株式会社ワースワイルさん、はい、全国13店舗、それこそ全国、沖縄とか、そう、沖縄にもありますし、あの全国13店舗展開しております、はい、元の会社におります。あの取り扱ってるメーカーはすごいですよね。はい、本当にあのスズキ、ホンダ、ホンダドリーム店もありますし、うん、はい、あとはもうちょっと名刺見ていますけど、ハスクバーナ、アプリリア、モトグッチ、ベスパー、GPX、ファンティック、チラチラ見てます。乗りたい車種はどれでも取り扱ってるみたいな感じで、はい、で全国13店舗で、まあ、バイクの販売をね、そうです、一生懸命やって、はい、なんと俺はね、藤原克明選手っていつまで経っても選手なんだけど、はい、今はそうやってね、はい、バイクの販売を頑張ってるワースワイルの部長、はい、あの執行役員、はい、そうです。えらいところに行きましたね。本当みんな、いや僕もあの丸山さんのイメージは丸山選手ですよ。お互いね、本当にお互いそこの全日本の場でね、一緒にいたって、はい、そのどこが重なってるか今ちょっとこれから経歴を、まあ、見ていきますが、すごいですよね、このなんか経歴といい、すごいかぶってるとこのレースの、先ほどもなんかちょっといろいろお話で楽しかったなと思って、うん、だんだん記憶が蘇ってきました。だんだん記憶が蘇って、全日本の記憶がだいぶこう消えかけてきたところにまた俺が引っ張り出してちょっとこの話しようよっていうのがね。だって丸山さんと僕走った時、僕18なんで、はい、93年でしょ、はい、ということはもうほぼ30年前ですよ。30年前の話でも、そうだよね、その話をちょっと、はい、その話がちょうどこう出会いというかね、出会いというかその一緒に重なる頃なんだけど、はい、まずバイク歴って言ったら、はい、今ねポケバイから始めて、小学生から、そうです、小学校3年生で、8歳の時だったんで、うん、ちょうどポケバイブームが、ちょうど青木さん兄弟がガッグッと出始めたぐらいの、一番あのポケバイの初代ぐらいの、そうかもしれない、あのね、青木さん兄弟も春菜で、うん、はい、もうちっちゃい悪ガキ3人がぐわーってもう荒らしまってて3人で、はいはい、俺それ取材とかしに行ってんのよ、あの3兄弟を、あ、そうなんですか、ポケバイ乗ってる頃、あ、そうなんですか、で、はい、とにかく取材収録で、さあこれから始まるよって言ってるのに3人遊び回ってて、早くこっち集まってこれから喋るんだからって言って、もうとにかくノブがあっち行っちゃう、ギャンギャンやってて って言うこと聞かなくて収録にならなくてっていう。でもその時ものすごいポケバイやっぱ盛り上がって、それこそ全国でね、もういろんなところに逆にポケバイでも遠征しに行くぐらいの、来ましたよ、僕あれ待ってて、昔だって筑波のフルコースで、フルコースですよ、うん、ポケバイ、あれ全日本だったんですよ、ポケバイやりましたよ、全開じゃない、ずっとずっと全開だよね、多分ね、はい、でも出身山口県ですか、下関です、はい、だけど何ポケバイで筑波サーキットに遠征しに来る、行きました、だからその時は多分ですけど、いろんな今のライバルだったメンバーがちっちゃい時いたんですよ、はいはいはい、当時分かんなくて、うん、いや分かる、だってみんなそれテレビでもねやっぱり取り上げることがあるし、はい、みんなそこに追いつけ追い越せ、俺がスターになるみたいな、だからあのポケバイでもね結構早いじゃないですか、うん、結構早いんですよ、はい、うん、本当にあのスタイリングダンパーってフラフラするんであのうっかりするとそうなんですよ、だからあのなんかあのラジコンに使ったサスペンションのダンパーをスタイリングダンパーみたいにつけてましたもん、あ、振られるんで、本当にこれで転ぶよね、これで転ぶよね、俺転んだことあるもん、あの俺ポケバイは過ごしてないんだけど、乗せてもらったらこれできちゃうでしょ、あった、じゃあ僕ダンパーつける、はい、ダンパーつけてください。え、ノブ、青木さん兄弟はどう見てたの、その時もうライバル視してた、いやもうちっちゃい頃でも雑誌にも出てましたし、じゃあ有名だったんだよね、めちゃくちゃ有名でしたよ、本当に、うん、俺の中では悪ガキ3兄弟マジで言うこと聞かないで、いろんな、俺その時からあれだもん、収録だから群馬、はい、俺群馬テレビでモーターステーションって、今これモーターステーションなんですけど、はいはい、モーターステーションってその時から群馬テレビでやってるんですよ、え、そうなんですか、そう、俺だからこれモーターステーション歴30何年だけど、すごい、その時青木3兄弟をあの取材をしている時にまあ言うこと聞かない、
くって でもそれを未だにいいこと聞かないかもしれないそれはね未だに変わらない。すげえ大人だけど、まあ、みんな自由だからね3人でみんな自由ですよね。確かに言いたいことしか言わないみたいな、うん、それを見ながらポケバイを始めて、はい、でもミニバイク耐久選手権チャンピオン、はい、1989年、はい、その後1991年にロードレースを始める、はい、っていう風になった。そうです、16歳、当時はあの免許取得しないと、うん、ロードレースできなかったじゃないですか。そう、まだそうなんだよね、はい、あの小さい頃からロードレースの世界に入っていいっていうのは、はい、その後なんだよね、はい、で僕はあの早生まれで、うん、1991年ロードレース RS125 で始めたんですけど、うん、あの地方選手権がもうすでにスタートしたんですよ、うん、はいはい、なので親父と話して91年は練習の年にして、うん、だから要はまだ出られないからって、ま、出れたんですけど、うん、出れたんですけど、シーズンがこう途中参加になるんで、うん、あの当時からの特別昇格を狙ったんで、あ、全タイトル取って特別昇格で A 級に上がろうみたいなプランニングを、計画的、親父が計画的、親父計画的、こうやってお前はスターになっていくんだっていう道に親父にレールを引かされて、でもすぐにですね、はい、92年に鈴鹿4時間耐久に、はい、あの青木春近、そのね、その追っかけてたというかね、地方は違くて頑張ってたポケバイの春近をと一緒に4体出るわけです。この時は、うん、まあまあ当時はですよ、西の藤原、東の青木と言われてて、うんうん、だからあのほとんどのレースを一緒になったことがないないんですよ。ない、うん、ないんですよ。急に真ん中の鈴鹿で、そうなんですよ、僕西日本選手権の方で勝ちまくってて、うん、はい、青木春近は東の方で勝ちまくってて、筑波サーキットとかね、そうです、そうです、うん、そうです、懐かしいな。それが何、92年に一緒になって4体出なさい、はい、はい、ベースとなるのがテクニカルスポーツ、うん、あのさ、今で、はい、俺もね、はい、鈴鹿の耐久いろんな形出てる、この1992年はね、もう8体の方を俺は走ってたんだけど、はいはい、あの喧嘩になったりしない？今言っていいよ、大丈夫、喧嘩っていうか喧嘩にはならないですけど、本当になんなかったですよ、うん、あ、俺ね、ライバルとしては結構バチバチですけどね、そうそう、バチバチな2人が組むんで、うん、だからそうそう、あれですよね、駒軍と、うん、秀吉が分かる、あのね、あの外に向かって喧嘩してるっていう雰囲気じゃないんだよね、はい、だけどお互いくそ絶対こいつの予選タイム抜いてやる、抜いてやるぞ、転んでもいいから抜いてやるぞっつって、転ぶまで攻めたことない。それであの春近はこけて鎖骨折ってんですよ、レースのね、うん、2週間ぐらい前のテストで鎖骨で折っちゃったんですよ。あのお互いに出したタイムを抜いてやれ抜いてやれ、ね、いや多分そんな感じだと思いますよ。あれだよね、はい、本来鈴鹿の4時間耐久この大体シーズン夏に向けてずっと調整するんだけど、うんうんうん、調整じゃないよね、調整じゃない、お互い相手にお互いどっちがタイム出すかみたいなでそれで何、春は2週間前に鎖骨折ってるんですよ。だけどどっちだったか忘れましたけど、だけど出ることになる、はい、一緒に。で春近が本当はスタートで、うん、僕がチェッカーみたいな感じだったんですけど、うん、結局僕スタートもやってチェッカーも受けたんですよ。あの大事を取らなきゃいけないんで、はい、あの2週間ちょうど2週間で骨くっつきかける得意なんで、あのでも2週間でくっつかなくないですか、くっつかない結構全然くっつかなくないですか、一番骨がニヤニヤしてぐにゃぐにゃしてる頃なんで本当は無理しちゃいけない。で何、スタートトゥーチェッカーなんですか。そうなんですよ。でだから春近に言わなきゃいけないんですよ、もう4体優勝プレゼント俺のおかげだぞみたいな言っていい。これさ4体優勝したんだよね、それでね、はい、こんな状態でね、はい、どうだ全盛期、あの当時ってまだまだ全盛期じゃないですか、うんうん、エントリー台数とかってたらもうすごいよね、100組以上とか、うん、予選10分3周ぐらいしか走れないですよね、アタック1周みたいな。そうね、でパッパッパってこうね予選タイムが出て、はい、誰がトップだ、でも、はい、A 組 B 組のなんかこうポジションがババ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 バ野球の甲子園じゃないけどみんなそれに向かって全国から集まってやるけど、うん、その予選って
みんなひっくり返っちゃうんだよね。みんなこれ、あのタイム出さなきゃいけないから。そうなんですよ。だから一周でやんなきゃいけないんだよ。ひっくり返んないでタイムを出すのも大変だけど、はい、ひっくり返りまくってんだよね、いろんなところで。キバタバンバン出てるし、すごいですよ。今考えたら本当すごいと思います。うん、俺もね、まあ。もうここでは8体になってるけど、4体って8体前にこうやって見てるじゃない、うんうんうん、もうさ嵐だよね。嵐です。バタバタひっくり返ってる。だけど予選誰かトップみたいな形をさ見て、でもやっぱり春とあのかかっ、はいはい、かっちゃんでいいか、はい、もうかっちゃんでお願いします。かつあいくんがもうねそこにパッと出てきて優勝っていうね、はい、だから見てた本当にあのねレース、うん、このきっかけとなったのはやっぱりあの春近と特にカップヌードルホンダで出させてもらったので、うんうんうん、当時僕からしてみたらカップヌードルホンダって憧れの誰もが乗りたい。確かに確かに。俺ねすごく一緒になってるあれが分かった、はい、カップヌードルホンダでこっち、はい、ウルトラマンレーシングなのよ8体が、はい、だからねスポンサー系をやってる感じが一緒で、はい、すごい8体盛り上げてた。ウルトラマンレーシングとして8体盛り上げよう、はい、カップヌードルとしてその8体4体盛り上げようっていうので、はいはいはい、プロモーション結構一緒にやってた。だから会ったことがやっぱりその時に何回か。いやいやもう僕はもう存じ上げてましたから。いやいやすいませんね。あのね4体に優勝した時に、はい、TI 間で LB125 のチャンピオンも取って、はい、ロードレースの方もそうなんですよ。ノービスで全盛期はですね、うん、あの本当に今この当時は TI 間で今国際そう何て、ね、今何て言うんだろう、岡山国際岡山国際で、ね、岡国って言うんです。岡国とかって言ってるの TI 間岡国ってなんだよみたいな。そうそうそう、あ分かる、岡国岡国ってすげえみんな言うけ ど岡国何みたいな。俺 TI じゃないのっていう。そう TI ね、 TI なんじゃないかな間で、はい、F1 とかでやろうっていうね。はいはいはい、当時 F1 とかもう、はい、誘致してやってました、盛り上がろうぜっていうあのサーキットでね、やってました、うん、今岡国、はい、うん、もう長寿長あ長寿じゃないな、当時超バブルで、うん、ノービス賞金はないんですけど、うん、その優勝したら、うん、スクーター2位はズーク、テレビ、うん、ステレオ、うん、でこのグランドチャンピオンって、うん、あのノービスクラスのだからRS125SP250、SP400 ありましたよね、クラスが、うん、その中のトータルポイントが一番高い人間がそのノービスのそのクラスの中のグランドチャンピオンあるんですよ、うん、前年度が辻村武史で、辻村武史から大きなこんな鍵のね贈呈もらって、うん、チャンピオンになって、チャンピオンって、それ商品何あれですよ、ハイエースの、ハイエース、ハイエース、ハイエース4輪グランドハイエースですよ。ガキに選手権の商品がハイエースもらったの。そうです。新車？新車です。見てないですけどね。新車は見てますよね。なんでなんで鍵あのー、このなんていうんですか、プラスチックの大きななんか贈呈の鍵だけはもらいましたよ、うん、金ピカの、うん。あとは親父が売っちゃったんでね。わからん。そうなんだ。一生懸命育ててきた息子が頑張って取ったハイエース、うん、そこ売って次のレース資金だ。結構あのプライベートで全国親父と回ったんで、うん、やっぱ資金的には。まあそうなんだね、はい、でもさそんな商品があったらそりゃ盛り上がるよねやっぱり、ね、なのでもう全国からこう、うん、もうなんていうんですかね、もう、もう今は岡国じゃないんで、うん、TI 当時、うん、TI 全国からのメンバーがめっちゃごちゃ集まったからね、はい、あのパドックえらいごちゃになってましたもんね。そんな時にチャンピオンを経過してですね、はい、翌年の93年、はい、92年に鈴鹿4体優勝、はい、93年に、はい、全日本ロードレースの GP25 クラスに参戦。そうです、あの92年にですね、あのノービスでほとんどのタイトルを取って特別昇格で上がりました。やっべ上がりました、ここまでは上がりました、うん、俺ね、はい、実はこの年に全日本の GP25 クラスを最後なんですよ、はい、93年に、丸山さんが走ってるの見てました。いや多分同じポジションではないです。僕93年スーパーノービスという名前でね、うん、藤原勝明って上がったんです、うん、あのレースの本当に難しさ、プロの世界の厳しさ、うん、味わった年です。本当に、はい、確かに全日本の GP25すごい競り合、あのね、いやすごいっすよ、マシン良くなきゃ無理です、ね、どうにもなんて、で
同じ RS25 なのよ実は。じゃあ僕あの RS25 でも、うん、僕あの TS 関東で青木タクちゃんと、うん、またこれもご縁があって、うん、春近と4体を出たでしょう、うん、でその後に2番目の青木拓磨選手とチームメイトでテクニカルスポーツ関東にいたんですよ、うんうんうん、で僕はあの A キットを走らせていただあの乗せていただいたんですけど、当時の RS の A キットですよ僕。俺、はい、俺はね、はい、そのこの話すると長くなるなかっちゃんの話は長い。 A キットって、はい、その当時本題に乗ってるやつはみんな A キット欲しい、そっから NSR に行くんだよね、はい、A キットから NSR、はい、RS25 で A キットっていうキットパーツを入れて、はい、ワークスマシンと同じようなエンジンにして、はい、その後あの足回りも全部ひっくるめたワークスマシン NSR に行くっていう課題があるんだけど、はい、俺はねその A キットに乗る、本当は NSR に乗るはずだった、はいはいはい、あの J トリップバーでやってて、キャビンレーシングと一緒で俺は J トリップバーから NSR に乗るはずで、うん、RS25 でやっててね、うん、で行くキャビンレーシングに行くはずだったんだけど、うん、バブル崩壊で J トリップバーって不動産屋だった。で俺1年間 J トリップバーの、はい、あのまとってやってたけど、はい、全くノースポンサーだった、実はノースポンサー、うん、ま、全くお金なかったっていうのであって NSR に行けなくて、はい、で A キットを手に入れた時にはうちはもうチーム員に渡して、はい、俺もういいやってその年でこれで引退してるんだよ。まあ引退じゃない、ごめん、引退じゃないですよね。その後 F1 とかスーパーバイクの方に F1TT、 F1 スーパーバイクに行ってんだけど、はいはい、唯一この年に93年に重ねてて、やべえこれバイクの部屋ね、あのもう途中にもう2本立てにしないとやべえぐらいだよ。でもねもうすでにもう10分そうそう以上が経過しながら、あのねそっから、はい、まあ俺は TTF1 とかに行くけど、はい、すぐに、はい、あの全日本のスーパーバイクの方にも行く、川崎に乗ってるんですよ、はい、あの2年間テクニカルスポーツカント250クラスに参戦させていただいて、うん、その翌年にですね、KRT から回りました。おお、あそっから、はい、川崎ワークスってことも、はい、あの川崎ワークスこの年だけ1年なんですね。あ、そうなの、はい、すげえ、95年1年なんですよ。川崎のイメージすごい強いんだけど、はい、今はなんかあの、うん、2010年前後ぐらいからこう Facebook とかいろんなソーシャルメディアが出てきて、その川崎の時のイメージが多いと思うんですけど、おいおい、はい、まだに何回もですね、一瞬1年だけ KRT 乗って、はい、1年だけお世話になりまして、はい、その後9年、うん、鈴木に、そうずっと鈴木のね、はい、ランキングがずっと出てる、はい、96年はスーパーバイクで、はい、GSX-R7 半、そうです、750がまたスーパーバイクの時ですね。あの鈴木のさ GSX-R 良かったよね、はい、良かったですよ。あのストリートのマシンとしても、ね、はい、めちゃめちゃいい。いや、あの当時もう本当何年前、もう記憶がそれでちょっとね考えなきゃいけない、だってこれてちょっと考えないと30年前ぐらいだよ、だってこの時もう96年KRT が20歳、うん、でラッキーストライク鈴木に乗させていただいたのが96年7年なんで21歳22歳ですよ、うんうん、当時、うん、20年25、6年前だこれ、はい、うん、そうですね、毎回計算しなきゃいけないですね。鈴木のワークスであの GSX-R ね、はい、あの7半ですごい良いあのマシンを作ってたから ね、 いいですね、はい、そこに乗って、はい、スーパーバイクランキング96年5位、そして鈴鹿8時間耐久ロードレースを北川圭一君と組んで、はい、8対6位、もう8対 6位、あ、6位、8対6位でした、6位だった6位でした、でもね、はい、そこですごい、96年そこですごいのが、はいはい、世界選手権の GP500 にスポット参戦してる。そうです、レース詳しくない方はね、うん、500ってその結構昔なイメージもありますし、いやいや、俺らにとっては GP500 って、はい、あの今 GP500 元 GP じゃないですか、元 GP ですね、今で言うと元 GP です。当たり前のようにみんなね、はい、元 GP 元 GP って言ってるけど、うんうん、昔は世界選手権 GP ワールド GP500 ですよ。そうです、そこでね、はい、いきなり、はい、あれスポット参戦、なんでスポット参戦することになった、ワイルドカードの権利をですね、スーパーバイク、その95年にランキング3位だったんですけ ど、なるほど当時のチャンピオンが青木拓磨選手で、うん、武石選手で僕3位だったんですよ、うん、で本田は1人しかワイルドカードの枠がないってことで、うんうん、僕繰り上げでワイルドカードカード、参戦権をいただいたんですよ、うん、その時にちょうど鈴木に移籍したので、うんうん、
あのグランプリ RG… で出れるよみたいな感じで、じゃあ出てみましょうかみたいな。それも RGV500 ガンマ、そうですよ、その2ストローク4気筒、はい、500、その後ケビン・シュワンツのすぐ後だったんで、ケビンの、そうだそうだ、そのケビンがあの長い手足でこれを扱って、はい、ウェイン・レイニーとかとあの争ったガンマをテレビで見てた方ですから、うん、そうだよね、俺も、はい、俺も当然見てたし、はい、俺でもね、はい、言っちゃいけない言っちゃいけない、これ言っちゃいけないことがいっぱい増えるかもしれません。俺一回この辺で実は流用で、はい、あのテストを受けてるんですよ、鈴木の。あ、あんま言っちゃいけねえかこれ、やっぱりすげえ、あんですよ、で、はいはい、実は、はい、2号の開発も若干やろうかって話で、実は俺もワールド GP の話はあった、すごい、そういう話を流用でちょっといろいろテストはしたんですよ。いや面白い、なんかマジな話ばっかりで、やべえかな、いいかもしれないですね。でもね、あの何、はい、あの500さ、はい、だって開発がさ、はい、シュワンツとか辻谷なんで、はいはい、手足長い人が乗っかってっから届かなくなかった、はい、いろいろと。いや確かにポジション的にはその前に僕そのグランプに出るのに竜王のテストコースで3回ぐらいしか乗ったことがなくて、メインはのスーパーバイクの、うん、まあ、テスト開発もそうですし、うん、あの全日本の参戦がメインなので、はいはい、空いてる時にたまに竜王で、うん、そのテスト車を乗せさせてもらって、3回ぐらい乗って、はい、もうさ、はい、いい、バリバリしますよ、バリバリ押してるよ、もう一回あれだよ、次に続くってやっとくけど次に続く ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。